どうも。はくちゃん。マリナの。本当ティータイム。何回言ったことかね。はい。どうも。はい、ようこそお越しくださいました。では、はい、マリナさんね、はい、そちらの方から順番にお国と、それからお名前をね。どのカメラかな、ね、こちらかな。はい、お願いします。日本から日本出身の松村ゆきまです。はい。お願いします。インドネシアから来ました。カデです。はい。お願いします。そしてスペインからのトリアです。はい。ではこちらから来ました。日本から来ましたカニです。はい。日本から来ました。中村真帆です。はい。お願いします。カラワンカーの浅です。はい、まあ、考えてみたら日本から来たらおかしいけどね。日本やから。どうですか、日本の方は。韓国のチマチョゴリですよね。民族衣装着られた。そして外国の方に日本の浴衣を着ていただいた。ちょっと感想をね、と聞かせていただけますか。楽しかったです。みんなも楽しんでくれる。はい、ちょっと思ったんで、はい、うん、すごく気持ちいいです。あと、私は、はい、もうめっちゃ楽しかった。あ、それは良かったです。うまいこと倒せました。一回だけ、もう一回だけでも十分ですよ。上等です。難しいもんね。お似合いですけどもね、この花柄の浴衣がまたどうですか、着られて。楽しかったですか。涼しいでしょ、意外とね。また、ね、ガラッとこの色合いも変わりまして、ね、落ち着いた感じの色で、ものすごい感じがいいですけど、どうですか。まあ、初めてだから、はい、まあ、大丈夫、楽しかった。楽しかった。楽しかった。ちょっと苦しい。こいつもね、ギュッとこう、ギュッとこう、締めつけますから。はい。どうでしょうか。どうでしょうかというか、日本の方で日本の浴衣。そうですね。民族衣装の方が良かったですか。いや、もう。はい、もう着られてはるんですか。着られてたらまだ夏で。あ、そうですか。道着でものすごいお似合いですもんね。しっかりと、うん、着られてるって感じがします。はい、ではどうですか、浴衣はよく着られるんですか。浴衣はたまにしか着ないんで、はい、なんか夏になってこれ着る機会が、はい、うん、ありがとうございます。どうですか、日本の浴衣は。かっこいいです。かっこいいですか。かっこいいですよ。似合ってますよ。はい、皆さん、この日本に来られて、もう大分経つんですか、年月は。はい。2年ですよ。2年。お仕事。留学。あ、学生、留学で。はい。学生さんですか。あ、結婚されて。あ、なるほどね。どうですか、日本は。なるほどね。皆さん日本語上手ですね。でもどうですか、皆さんお友達なんですか。はい、友達。どういうちゃんお知り合いとか同じだったり、はい、学校が同じだったり。いいですよね。でも外国の方がお友達に行ってるっていうのは、はい、そうですね。みんなに興味が深くて、興味津々でいろんな言葉を持ってます。なるほどね、はい、やっぱりこう違う国の方と会っていろんな、ね、そこの国の文化と触れ合うっていうのは、ね、人生がまたこう豊かになります、はい、日本来られて一番楽しかったことって何ですか。どっか遊びに行った場所でもいいし、どんなもの食べたの。遊びにどこが一番良かったですか。四国。ほう。あ、くまモンちゃん。どうですか、日本どこが一番好きですか。行った。わからない。決めれない。決めれないほど好きやということですよね。もうみんな好きや。はい。どうでしょうか。あ、初めて見たのは、びっくりした。なるほど。では、日本の方からどうですか。日本のどういうところが好きですか。
私京都出身で京都にずっと住んでるんで、はい、なんかあの本当にそれこそこういう海外の友達ができて、うん、お寺とか桜が綺麗とか、はい、施設の花が綺麗とかを結構感じるようになりました。逆にね、うん、なんかこの施設のどこどこ行こうとか何々見に行こうとかすごい京都に住んでるからこそ行かなかったんでしょうね、逆に。あ、まさに新たなその再発見ですよね、文化のね。ああ、なるほど。どうですか、日本に住まれとって日本のどこが好きとかあります？なんか四季がはっきりしてるところ。あ、なるほどね。うん、他の国、私前メキシコ行ったことあるんですけど、はい、まあ朝がすごい寒くて、うん、でも昼がめちゃくちゃ暑くて、はい、今また寒くなるんですけど、うん、もうそのなんか2曲ぐらいしかないみたいな、うん、じゃあ日本ってすごいその秋とか季節とか。なるほどね。やっぱり皆さん、ね、こちらの方もそうですわ。やっぱり外国人の友達がおることで日本のね、また京都の良さ再発見、一緒ですよね。どうでしょうか、日本人から見て日本の国が外国人の方におすすめできんぞというようなことがあれば。おもてなしじゃないですかね。ああ、なるほど。おもてなしがあったからこそオリンピックもね、招致できたわけですから、いいこと言いますね。ではこの後またね、記念撮影もありますから、ゆっくりまた楽しんでください。で、これから来た機会があればまた来てくださいね。はい、ありがとうございました。記念撮影やね、はい、あちらあちらで行きますので、お願いします。はい、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 じゃあこちらお願いします。はい、どうもありがとうございました。あと一組。